おい、モブミ、しっかりしろ！くそ、誰がこんなことを！何の取り柄もない男モブオ、そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。俺の名はモブオ。モブミに連れ出されて夜のお散歩デート中だ。ねえモブミ、この道ずいぶん暗くない？そうね、もしかしたらゾンビとか出てきちゃったりして。まさか、何も出てこないって。本当かしら。大丈夫だよ、ゾンビが出てきてもモブミのことは俺が守ってみせるから。モブオ、かっこいい。かー、今のセリフかっこよすぎるだろう。自分でも惚れ惚れするぜ。何今の声。さあ、あそこの茂みから聞こえなかった？確かに茂みが揺れたような気が。ねえモブオ、ちょっと見てきてよ。え、私のこと守ってくれるんでしょ？なら早く見てきなさいよ。もちろんさ。何、おい、誰かいるのか？なんだ、猫か。はい、立ちました。うわー、びっくりした。驚かせないでよフラグちゃん。モブオさん、なんだ猫かは映画やドラマで見られる典型的な死亡フラグですよ。このセリフを発言した人物は大抵死にます。モブオ、後ろ。え、あー、ゾンビだ。ゾンビに襲われた時の対処法。あー、本当に出たわよゾンビ。モブオ、なんとかしなさいよ。いや、なんとかしろって言われても。そうだ、確かゾンビは音を頼りに近づいてくるって聞いたことがあるぞ。だから静かにしておけば問題ないはずだ。モブオさんにしてはなかなかいいところをつきますね。モブミ、音を立てずゆっくり離れるんだ。わかったわ。おい、誰だよスマホの着信鳴らしてるやつ。頭おかしいのか。あんたのスマホが鳴ってんのよ。誰だよこんな時に限って。ちょっとフラグちゃん、これは反則じゃない？何のことですか？私はただモブオさんに何味のポテチが好きか聞きたかっただけですよ。今聞くことじゃないし、近くにいるんだから直接聞けばいいだろ。モブオさん、そんなに大声出していいんですか？しまった。ゾンビに襲われた時の対処法その2。いいですよゾンビさん、頑張ってください。モブオ、頑張って。そう、こうなったら戦うしかない。言っちゃなんですけど、生身のモブオさんがゾンビに勝てる可能性はかなり低いと思います。それはどうかな。タッタカタッタッパーッパッパー、有刺鉄線バット、ほら。なんでバットなんか持ってるんですか？こういう時のために常日頃から備えているから。絶対職質されてる。モブミ、今のうちに警察に電話を。わかったわ。もしもし、はい、そうです、有刺鉄線付きのバットを振り回してる人がいます。そっちじゃなくてゾンビの方。まあ、とりあえずこれで一安心だな。はい、そのセリフ立ちました。窮地を乗り越えた後にはさらなる困難が待ち受けているものです。わあ、ゾンビが一気に増えたぞ。この数のゾンビを相手に生き残れますかね。くそ、ねえ、一体何匹いるんだ。これじゃいくら倒してもキリがないぞ。モブオ、モブミ、とどめを刺すことができない。モブミ、おい、しっかりしろモブミ。モブオ、私がゾンビになる前にあなたの手で私を殺して。ダメだ、俺にはできない。私が人間であるうちに恋人のあなたに殺してほしいの。できるわけないだろそんなこと。おい、モブミ、起きろよモブミ。まさかモブミさんの死亡フラグを回収することになるなんて。いいぜ、やってやるよ。ゾンビども全員まとめてかかってこい。ピストルも持ってたんですか？エアガンだけどね。くらえゾンビ。今度は後ろか。モブさん、それゾンビ化したモブミさんです。しまった。おい、モブミ、しっかりしろ。くそ、誰がこんなことを。いや、今のはモブオさんのせいでしょ。おい、モブミ、目を覚ましてくれよモブミ。痛いのはこっちよ。何考えてんだよバカ。あれ、モブミ、なんで喋れてるの。モブミさん、ゾンビになったはずじゃ。はい、カット。え、ネタバラシ。
いやー、いいリアクションだったよ。あの、全然状況が飲み込めてないんだけど。これドッキリだったんですか？そういうこと。でも血が出てるし。ああ、これは血のりよ。結構リアルでしょ。なんだよもう、こっちは本気で心配したんだぞ。ごめんごめん。けどよかった、本当に死んだと思ったんだぞ。無事でよかった。ちゃんと私のこと守ってくれて少し見直したわよ。でもなんでこんなドッキリを？いや、実はウォーキングデッドサバイバーの世界観を体験してもらおうと思ってね。ウォーキングデッドサバイバー？なるほど、そういうことだったんですね。フラグちゃん知ってるの？はい、あのウォーキングデッドがついにスマホゲームとして登場するんです。そのゲームこそがウォーキングデッドサバイバーです。ウォーカーの出現によって荒廃した世界で生き残るために仲間と協力して基地を作ったり物資を集めたり兵士を訓練してウォーカーやタプレイヤーたちと戦うことができます。ほう、まるで本当に自分がウォーキングデッドの世界に入ったみたいな気分が味わえそう。けど一人で生き残れるか不安だな。大丈夫です、このゲームでは仲間とクランを設立して協力プレイもできるんです。ほう、それなら俺も生き残れるかも。他にも戦略ゲームには珍しいタワーディフェンス機能の実装やウォーキングデッドのおなじみキャラと一緒に遊ぶことができるそうよ。ウォーキングデッドサバイバーは動画の概要欄からダウンロードできますので、ぜひ遊んでみてください。ダウンロードしないと立ちますよ。へえ、面白そう。帰ったら早速プレイしてみようっと。その前にせっかくだしゾンビ役の人と記念写真撮ってもらおうっと。すいません、写真撮ってもらってもいいっすか？いや、それにしてもよくできたコスプレだな。本物の皮膚みたいだもんな。どうやってメイクしてるんですか？すんごい、もう撮影終わってるのにまだなりきってる。さすがプロだな。立ちました。お、フラグちゃんもこのエキストラさんと一緒に写真撮りたいの？俺が撮ってあげようか？違います、モボウさん、目の前の怪物を映画やドラマの撮影と勘違いして不用意に近づくのは死亡フラグです。え、勘違いって何？モボウさんの隣にいるのは正真正銘のゾンビです。またまた、騙そうったってそうはいかないよ。うん、あー、モブをデッドエンド。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグちゃん。待